浅間山が噴火し不吉な予兆を感じずにはいられない、とも子、大奥最終話あらすじ。小芝風花、26、が主演する、フジテレビ系、大奥、木曜午後10時の最終話が28日、放送される。同局の連続ドラマとしては5年、大奥から花の乱以来、約20年ぶりに、大奥が復活。愛憎渦巻く江戸城大奥を舞台に、将軍の愛を得ようともがく、女たちの戦いを描く。小芝演じる、素直で純真な皇族の娘、五重宮智子が、十代将軍、徳川家治、亀梨との政略結婚により、正室として、大奥に渡り、様々な試練と向き合っていく。最終話あらすじ。五重宮、智子、小芝は、松島の局、栗山千秋から徳川家治、亀梨が倒れたことを聞かされる。高熱にうなされる家治の容態を、小佐治が必死に見ていた。松平竹本、橋本淳から家治の子細を聞いた、松平定信、宮舘良太は、ようやく自分たちの出番が来たと笑う。そして、定信は、新たな手立てを思いついたと言い。そんな折、浅間山が噴火し、江戸にも火山灰が舞い降りた。さながら黒い雪のような火山灰に、落ち穂、森川葵らは思わず驚く。暗雲立ち込める幕府、そして、智子も不吉な予兆を感じずにはいられない。この事態を何とかせねばと考えた家治は、自ら閉じこもることを命じた、田沼意次、安田顕を呼び寄せ、